それは。ほら。絶対に嫌になったり面倒になったりしない。毎週月曜日いつも言うから、何度でも言い続けるから、友達になってくださいって。思い出したんだ。よかった、思い出して。ありがとう。
ジミヤさん。よかった。どうして？私、何度も忘れるかもしれない。でも、その度に絶対に思い出すから。何度も何度も言わせてばかりでごめんなさい。長谷祐樹君、私と友達になってください。